マーチンおじさん役のレイ・ウォルストン。1963年撮影。ブラボーカ星人は、1963年から1966年まで、アメリカ CBS ネットワークで放送された30分枠の SF コメディドラマ。全107本。日本では、1964年から日本テレビ系列で、全39話分が放送された。番組は当初はモノクロで、後に、 カラー化。地球に不時着した善意の火星人が地球人の中で正体を隠して暮らすうちに生じる大小の沈騒動を描く SF コメディ。笑いばかりでなくヒューマンドラマの要素も含む番組内容は本国でも日本でも相応の人気を博し特に米国の CBS では人気西部劇ガンスモークと並ぶ当時の同局の看板番組になった。また、 別世界出身の主人公のカルチャーギャップやバラエティに富んだ超能力や科学アイテムが日常生活に影響を与えて大騒ぎを巻き起こすシチュエーションコメディの作法は日本のテレビ番組にも大きな影響を与えている。後に超人、ハルクで人気を博すビルビクスビーの出世作としても有名。ある日、若手新聞記者のティム・オハラは社名を受けて、 アメリカ空軍の新型試作ロケット機 X-15 の公式取材の場に向かう。長が遅刻した彼は取材のチャンスを逃し、新聞社を首になる危機に瀕した。一方、時速 6000km の高速で飛ぶ X-15 を観測していた空軍のレーダーは、X-15 に急接近する時速1万 km に及ぶ超高速の謎の飛行物体を捕捉。 軍人たちを驚かせる。その後、ティムは地表に不時着した銀色で全長が数メートルほどのまた別のロケットを発見。その中から奇妙な質感の衣服に身を包む初老の紳士風の男性が現れた。軽い怪我をしていた同人を家で解放したティムは彼が火星人であり、そのロケットイコール宇宙船が地球を訪れて、 低速の X-15 とニアミスを起こしかけ、避け損なって地上に不時着したという驚くべき事実を知る。しかも火星人は X-15 の機体の速度などのデータも把握していた。X-15 についての思いがけぬニュースソースを得たティムはこれを記事にするが、軍の関係者はあまりにも主催なデータの記載に驚き、ティムに軍事スパイの容疑をかけてしまう。 情報源が火星人と言っても信じてもらえないと考えたティムは、うまい弁明も思いつかず、苦境に陥る。だがそんな彼を助けたのは、怪我の手当てをしてくれた地球の青年に恩義を感じた火星人だった。火星人は高度な科学技術と超能力で密かに事態を収め、ティムの窮状を救う。火星人が高潔で温かい心を持っていると知った。ティムは彼に地球人。 マーチンの名前と自分の登園のおじという偽りの蘇生を与え、故障した宇宙船の修復が完了するまで自宅での同居を申し出る。こうしてティムとマーチン、性の違いを超えた二人の共同生活が始まった。日本での放送は、1964年3月16日から同年12月11日まで。前期は、ジャノメミシン工業、後期は、 病状食品のそれぞれ一社提供。番組スタート時の当時の番組ネットは、札幌、青森、秋田、山形、山梨エリアなど。なお、木曜時代と日曜時代の間が、約1ヶ月開いているが、この間は、日本シリーズ中継や、東京オリンピック中継があったからである。米国パラグラフィックス社のプラモデル、1、18ブラボーカ星人、マーティンおじさん&、 宇宙船専用ディテールアップエッチングパーツセットがホビー会社ペガサスホビーによる輸入販売で日本では2011年6月に発売されている商品内容は宇宙服姿のマーチンと宇宙船がセットになったプラモデルキット他マイフェイバリットマーシャンありがとうございます